日本中が熱気に包まれた WBC ・ワールド・ベースボール・クラシック、大谷翔平やダルビッシュ有など MLB 選手以外にも、村上宗隆や佐々木朗希といった日本プロ野球の選手の活躍も日本のファンを沸かせた。しかし、そのメンバーに多くの野球ファンが活躍を期待したであろう、1人の選手の名前はなかった。栗山英樹監督が代表メンバーとしてこだわったメンバーは2人います。 1>, 1人はヤクルトの山田哲人選手、そしてもう1人が巨人の坂本勇人選手です。山田選手は同じチームの村上宗隆選手などの説得もあり、最終的に出場することになりました。ただ、坂本選手だけは栗山監督がどんなに粘っても最後まで首を縦に振りませんでした。寄せられていた反応をまとめましたので、ご覧ください。 より大きい WBC でダルビッシュ投手が投手陣をまとめたように、栗山監督は坂本選手に野手をまとめるリーダーを担わせたかったようです。おえ王坂本にそれを期待する要素があると思うのは普通に無理があると思いますが、歴史は繰り返す、若手は良い機会だからポジションを奪って一気に世代交代を図ってほしいと思う。 コンンプライアンスは意味がない。実際、三岡選手よりはるかに立ちが悪い内容だし、会見どころかコメントすら出さないのは理不尽。中絶費用程度ならいわゆるはしたねなのだろうが、社会人としての常識は持ち合わせてほしい。被害者の女性が本当にかわいそうだし、どんなに才能や能力があっても道を踏み外してはいけない。まあ WBC を最高の結果で終えた侍ジャパンからするとむしろ坂本さんが断ってくれてありがとうって言いたいただ仁岡さんの方はまだ擁護できる部分はあったし相応の罰も受けたからな読売は可愛がる選手のスキャンダルは報道しないし球団としても問題扱いしない報道機関なんてそんなもん公平でしっかりとした事実を隠さず報道するなんて夢のまた夢 それに気づかない国民の多いこと坂本の件なんてどうでもよいが日本にとって大事なことも変更報道されてることに早く気づくべきだね動画をご覧いただきありがとうございます